綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、あいにくの雨となってしまいましたが、頑張って撮影を続けていきたいと思います。前半1アンダーで折り返しています。第1回優勝者がスミレ選手です。10番ホールはティーショットのプレースメントが難しいです。ちょっと左に引っ掛けてしまいました。バンカー方面です。植竹成美選手です。前半は1オーバーでした。お、フェアウェイ真ん中、ナイスショット。前半1オーバーの李郷選手です。よいしょ。さあ、花口亮選手、残り100、200ヤード。お、まっすぐ飛んでます。距離があるか、雨の距離、あ、ちょっとショートです。和田澄也選手、ちょっと左に引っ掛けてしまいました。残り同じく200ヤードぐらい残ってます。ちょっと厚く入ってしまいました。左に引っ掛けたショートです。すごい、だけど森選手残り約190ヤード。ちょっとボールを失ってしまいました。ショートでしょうか。さあ、花口洋選手、1番10番ホール第3打です。45ヤードアプローチショットです。いい感じに出てます。ナイスアプローチ。さあ、和田澄選手、同じく45ヤード程度の第3打アプローチです。ちょっとショート気味か。植竹成美選手、これもアプローチショットです。約30ヤードです。ナイスアプローチ。植竹成美選手はナイスアプローチで OK パー30センチ入れました。和田澄選手、上りのスライスライン約10メートルのパーパットです。ん、しっかり打ちました。惜しい。花口里穂選手、パーパットです。ナイスアプローチでした。ナイスパー、ナイスセーブ。11番池越えのパー3です。今日はピンは手前のようです。約160ヤード。ドローヒッターには今日のティーポジションは結構難しいと思います。ちょっと右に出てしまいました。グリーン右ショートです。やっぱり雨の日の注意点はと聞くと皆さん距離と言いますが、やっぱショート目が多いようです。花口里穂選手、番手的に2クラブ下がって打っております。お、ソリッドの当たり、距離は届いているか。
ちょっとバックスピンで思ってしまいましたが、ちょいショートです。ちょっと噛んだような当たりで、ドローがかかりすぎてしまいました。ちょっとグリーン左に外れました。2番ホールパー3、グリーンに来ております。この組は3人とも外してしまいました。3名とも約10ヤードのアプローチが残っています。これからでしょうか。上竹成美選手15ヤードのアプローチが残っています。グリーン的にはかなり使えるので、そんなに難しいショットではないと思います。いい感じです。ナイスアプローチ。さあ和田すみれ選手です。同じくし深く入ってしまいました。花口梨央選手です。110ヤード弱。ちょっとこれも良すぎました。ナイスパー。しっかり打ちましたが惜しい。曲がり具合をショットだけ読み切れませんでした。さあ和田すみれ選手、スライスラインを読み切れるか。パーパットです。ここから曲がる。ナイスイーナイスパー。白毛カントリークラブ、距離は短いが。バンカーが超たくさんある。何個あるんでしょう。 2、4、5、2、4、5、バンカーが10個あります。グリーン周りもあるんで、もうちょっとあるでしょうか。正確性が求められます。ドライバーは使えない、皆さん使わないでしょう。さあ上竹成美選手ティーショット、ちょっと左に出てしまいましたが、バンカーを避けることができるか。バンカーに入ったようです。選手も3番か5番ウッドのようです。さあバンカーを避けることができるか。狭いフェアウェイ。さあドローがかかりきるか。ナイスショー。ナイスドローでフェアウェイです。原口梨央選手はドライバーです。さあバンカーを避けられるか。ナイスショー。ど真ん中です。フェアウェイです。和田すみれ選手1打目はレイアップしました。190ヤード、残り135ヤードちょい上りです。140ヤードぐらいでしょうか。上りでちょっと引っ掛け気味、ちょっと引っ掛け気味、左クリーン左に外してしまいました。花口選手はフェアウェイど真ん中です。残り約125ヤード。筋ってます。ちょっとピンの左。ナイソン。さあ上竹選手はバンカーから、残り約125ヤード、どんなショットを見せてくれるか。ソリッドに当たってます。ピンに向かって、ああちょっと足りなかった。バンカーに入ってしまいました。
どっか転がってる、下り、ナイスアプローチ。フライドエッグになってます。難しかったようです。さあ花口里穂選手は約3メートルのスライスラインのバーディーパットです。雨で球筋の跡がたくさんあるので、読み切れるか。来い、惜しい、ちょっと弱かったですね。これも球筋の跡が雨でついています。参考になると思います。打てるか、惜しい、ちょっと打ち切れませんでした。舐めてしまいました。カップに切られた。